山地和義から1963年3月13日は、明治から大正の大日本帝国海軍の海軍中将。兄に、愛媛県市範学校長の山地はじめゆうと、日本工業銀行副総裁の筑大地よ。夫人、末は、山本権兵衛の次女。日本海軍での航空兵力の導入、整備に尽力し、 海軍航空の生みの親と呼ばれる。現在の愛媛県松山市に、松山藩市、山寺はじめ真の三男として生まれる。1886年海軍兵学校に入校。1890年7月17日、海兵17期卒業。海軍将位候補生として、比営のり組み。将任官後、日清戦争には、千代田航海士として参加。 公海海戦などを戦う。日露戦争海戦時は、連合艦隊第1艦隊第2戦隊参謀。日本海海戦には、第1艦隊第3戦隊参謀として参加。第1次世界大戦は、第3特務艦隊司令官。イギリス政府の要請により、ドイツの通商破壊活動への海上護衛任務のために、軽巡洋艦、ちく平戸を率いて、 オーストラリア・ニュージーランド方面に出撃。シドニーを拠点に会場護衛任務を行う。1923年3月31日、予備役。1929年3月13日、交尾役。1934年3月13日、退役。最終階級は、海軍中将。海兵17機の卒業席時は88人中3位。 同期主席卒業は、同郷の秋山正幸であった。第三特務艦隊司令官の時、ドイツ仮想寿命館、ゼイアドラー号の艦長フェリックス・フォン・ルックナーと面会している。長男は、太平洋戦争終戦時の追記海軍航空隊、司令、山地一行大佐。妹の吉は、横山新寺陸軍大佐につぎ、その長男が、横山イムである。 漢方第2708号、除任及び、事例1892年7月8日。漢方第4402号、除任及び、事例1898年3月9日。漢方第6494号、除任及び、事例1905年2月25日。漢方第7640号、除任及び、 事例1908年12月12日。漢方第451号、序任及び、事例1914年1月31日。漢方第1923号、序任及び、事例1918年12月29日。漢方第3223号、序任及び、事例1923年5月1日。 漢方第3727号、除人及び、事例1895年11月29日。漢方第3858号、付録、事例1896年5月12日。漢方第6426号、除人及び、事例1904年11月30日。漢方7 0 0号、付録、除人及び、 事例1906年11月2日。漢方第7771号、除人及び、事例1909年5月24日。漢方第2578号、除人及び、事例1921年3月9日。漢方第2858号、付録、事例1922年2月14日。 漢方大戦499号、付録、事例2931年12月28日、続言外史資料陸軍、旗春六日誌536ページ。ありがとうございます。